棒術をします。普段の棒術はですね、長さ1メートル80の6尺棒でこういうふうに持ちますね。サムたちなかなかこういう長い棒というのは振り回すのはそんなに機会ないと思います。今日は1メートル20の棒でやってみたいと思います。持ち方はこういう形でスライドさせて使います。では棒術、まず基本の構えから。拳一つぐらい、ここはですね、伸ばさないで、こう幼稚のところを開けていきます。中段構え、下段構え、上段構え、脇構え、発想構え。この時気をつけること、棒が主人公にならない、自分が主人公で棒がついてくるようになります。ではもう一度いきます。はい、中段構え、上段構え、あ、中段構え、下段構えです。下段構え、上段構え、脇、発想。もう一度いきます。はい、構え、中段、下段、上段、脇、発想、引き取り。次、受けの基本。はい、体を受けます。内から外に、外受け、突き、牽制。内受けして突き、牽制。すくい受けして裏打ち、牽制。中段ですね、溝打ちより上だと外受け、内受けです。溝打ちより下の場合は払い落としと弓掛けになります。払い落とし、突き、牽制。弓掛けして上段打ち、牽制。下段払いして下段突き。これが受けの基本になります。次、攻撃のコンビネーション。抜き突き、前抜き、上段打ち、振り上げ打ち、横打ち、裏打ち。腰で返しますね。下段払い、下段突き。抜き突き、前抜き、上段打ち、振り上げ打ち、横打ち、裏打ち、一歩下がって下段突き、返し打ち。引き取り。では基本の型を置きます。